皆さん、こんにちは。7分の22の天木サリーです。川瀬太です。武田愛奈です。この度は7分の22写真集アニメート限定、天木、川瀬、武田、オーディオコメンタリー版をご購入いただき誠にありがとうございます。二人ともはさ、最初に写真集出すよって聞いた時どうだった、なんか私アフレコの時に聞いたんですけど、そうなんだ、違いましたっけ、あれ私たちだっけ、トーク会のさ、あ、そうだそうだそうだ、トーク会の時だ、うん、びっくりしたよね。びっくりした。あの崩れ落ちた子たち何人かいたよねいた、なんか顔が真っ青になったもんね、衝撃だった私たちですかと思ってびっくりしちゃった。でも私はアフレコブースの、ね、なんか、うんうん、ゲームのアフレコの帰りに、うん、エレベーターの前でマネージャーさんと二人の時に、うん、今度グループの写真集出すことになったんだけどみたいな、そんなそんなにしかもなんか水着もあるみたいな感じで、うん、その時水着も同時に、でもめっちゃ嬉しかったよね。嬉しかった、うん、なんか写真としてみんなとのなんか記念みたいなのを残していけるのが、絶対おばあちゃんになった時に見た時に絶対、うん、あー楽しかったなこれって思います。確かに娘とかに見せたいよな。孫にも見せたい。見せたい。もうすごい嬉しい。頃の青春の1ページだよって言って見せたい。いいよね。なごみとか最初聞いた時どう思った？ちょっと怖っ。ちょっと怖っ。でも、うん、この衣装、衣装が楽しみやった。ああ、確かに。見切れるかなと。いっぱいあったもんね、シチュエーションがそもそも。なんかどんなん着たいとかさ、なんか初めに言えたやんか、なごみん結構こだわってたって聞いた、うんうん、なんか何やろ、服が好きやからこういう長さの服が好き、うんうん、しかったな、かわいい、かわいいみんな、うん、そしてこの撮影の後は古民家に移動して撮影しました。うん、はい、古民家、もうザ・おばあちゃんちって感じだったね。すごい。すごい広かった。広かった。めちゃめちゃ素敵な。住みたかった、うん、あそこ。住みたいわ。しかもね、この後は天気が、雨が止んで、うんうんうん、そうよ、みんなで最後には花火をしたんですよ。うん、すごい嬉しかった。なんか結構雨降ってたから無理かなみたいな空気、ね、空気が流れて花火用意してるんだけどねって夕方頃聞いてたら夜できるって言って、やっぱり花火って、ね、